さん、こんにちは。ティンダー脈はキングダです。キングダの B 以外出張スペシャルを ABS レジェンドスターのコラボ大会にやってまいりました。グッズは、揃ってるね。他にもいろいろ満載でございます。はい。あれよく曲がるんで、先ほど ABS の営業部、池水さんにお渡しいたしました、お土産。本当に品揃え満載でございます。それでは見てみましょう。ABS の商品が、ソローディー。あ、今出川プロもおりますね。はい。商品、まずボーニングシューツ。カッタドー。こちらは滑り止めと、いろいろカバー。そして、シューズ、もう一足分の、はい、ものです。はい。さすがです。はい、シューズ、はい、買いました。はい、このシューズです。はい。シューズ、カッタドー。商品見ると、優勝はもうボールです。私、優勝狙いたい。ハイゲームボバス。30位、20位。あとはまあ、飛び賞、ブービー賞など、この副やつ。まあ、上位を狙いたいし、抽選賞、ボール2つ、大チャンスです。大チャンス。今回は豪華賞品満載でございます。はい、抽選29の2番です。まあ、レーンは抽選制ということでね、はい。どうなるかわかりません。はい、楽しみです。というわけで、参加賞はこちらの商品でございます。ボールのあの、クリーナーです。はい。ボールの汚れを、まあ、きれいにするものですね。はい。はい、ここまで2ゲームを終えてまさかの不調でございます。いやー、しょうがないです。はい、まあ巻き返すしかない。やっと3ゲームを終えてちょっと不調でございます。これは、不調です。絶対不調でございます。今日はちょっと不調です。はい、というわけでいつもより調子悪いです。私、ラウンド1のラウチャで終わった、まさかの後遺症が出るとは思いませんでした。はい、この後表彰と抽選賞がございます。私、絶不調でございました。確かにラウンド1では抽選賞は出たけども、まさかスコアが伸びないとは思いませんでした。今日はどうもありがとうございました。では一言だけお願い申し上げます。はい、今日はお疲れ様でした。はい、楽しかったです。というわけで以上でございます。あとは抽選賞と表彰待ちましょう。想定内通り もう最下位はもう決定でございます。あとは抽選賞当てるだけでございます。何が当たるか楽しみです。残念ながらタイトル獲得ならずでございます。はい、表彰はこれで終わりです。はい、本当に多数の参加ありがとうございました。というわけで以上です。バイバイ。